小松市立空と子供絵本館は石川県小松市小馬出町にある絵本、児童書を専門に扱う公共図書館。石川県では初めてとなる絵本を専門に扱う図書館である。愛称はブックリーン。2006年7月15日に開館した図書館で旧小松警察署の庁舎を活用した絵本館と旧石川商銀信用組合小松支店野球。 可能合同銀行小松支店であった建物の外観、構造を活用した絵本館ホールからなる。絵本館及び絵本館ホールともに昭和戦前期の建築物であり登録有形文化財に登録されている。小松市立空と子供絵本館では乳幼児の親子連れでも気軽に利用できるように流し台や飲食可能なラウンジが備えられている。 また、畳部屋や暖炉付きの洋室を設けており、絵本の読み聞かせがしやすいような環境づくりがされている。図書館裏側の広場には、宮本三郎の壁画、濃厚のレプリカが設けられている。エレベーターは一機あり、日立製旧小松警察署の外観、内装の一部を活用しており、旧庁舎の丸型の飾り窓が特徴となっている。小松警察署移転後は、 小松市教育委員会の庁舎として活用された。図書館に隣接する施設で、交差点角に、円筒形の塔に特徴がある建築物で、19番館という愛称が付けられている。また、銀行の施設であったため、内部は、螺旋階段を設けた吹き抜け構造となっている。ホールには、スタインウェイ製のピアノ及び80席の座席が設置される反面、内部の改修は、 最小限に止めている。ありがとうございます。